ピーター・グレーブスはアメリカ合衆国の俳優である。主に映画やテレビドラマで活躍した。ドラマ、スパイ大作戦の主人公ジム、フェルプス役で知られる。本名はピーター・アーネス。アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身。イギリス系の父親とドイツ系の母親の間に生まれる。兄は俳優のジェームズ・アーネス。16歳の時にラジオアナウンサーとなる。 空軍に2年従軍した後、ミネソタ大学で演技を学んだ。1950年に映画でデビュー。第17捕虜収容所やカルードの夜などの名作に脇役で出演する一方、近世人地球を征服など低予算の SF 映画では主演を務めた。1955年にはテレビドラマメイケンフューリーに主演。1960年まで続いた。 このシリーズでテレビドラマのスターとなった。1966年にスタートしたテレビシリーズスパイ大作戦に2代目リーダーのジム・フェルプス役で1967年の第2シーズンより主演する。1973年の第7シーズンまで続いた同作は多くの国々で放送され世界的な知名度を得た。この間に主演した映画人の軍隊では カンバ郎と共演している。その後も映画、フライングハイシリーズや香港映画、皇帝密誌でコミカルな演技を披露する一方、大作ドラマ、戦争の嵐ではシリアスな科学者を演じるなど、多彩に活躍した。1988年には、前作終了から15年ぶりの続編として、制作された、新スパイ大作戦でも再び、ジム・フェルプス役で主演した。 スパイ大作戦は1996年にトム・クルーズ主演で映画ミッション・インポッシブルとしてリメイクされたが、これに対しては批判的だった。2010年3月14日、アメリカ合衆国カリフォルニア州のパシフィック・パリセーズにある自宅にて死去。83歳ボーツ。1950年にジョーン・エンドリスと結婚。娘が3人いる。 学生友愛会ファイカッパ祭のメンバー。1971年には、スパイ大作戦のジム・フェルプス役が認められ、ゴールデングローブ賞を受賞。エミー賞にもノミネートされたことがある。2009年10月30日、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム入りした。ありがとうございます。